こんにちは。こんにちは。井上です。金子です。昨日ずっと考えてたら眠れなくなって。ほう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 。老化をこう一言で表現できれば、大きい解決策が見出せるんじゃないかなと。で、老化を一言で例えるなら、新陳代謝だなと思ったんですよ。ほう。新陳代謝って、はい、体の中で作って外に出す。要はこの循環じゃないですか、はい、これがうまくいかないと老化が起きるんだなっていうのに気づいたんですよ、うん、確かに髪の毛もお肌も、うん、爪も、はい、全てこう生まれ変わっていくじゃないですか、はい、この速度が微妙な感じになってくると、うん、どんどん古いものが残ってそのまま老化していく、うん、はい、で特にこの新陳代謝って怪我するじゃないですか、はい、怪我してすぐ治る、これ新陳代謝なんですよ、うん、年を取ると傷治んなくなるじゃないですか、うん、これ新陳代謝が、はい、ということは新陳代謝を上げれば確実に若返るんじゃないかなと思って、うん、なので今日はですね、寝る前にこれをルーティンにしていただければもう20歳は若返る、そんな方法をご紹介したいと思いますので、ぜひ一緒にやりましょう。動画の途中なんですが、ちょっとお知らせがありまして、ちょうど1年前に健眠枕を販売したじゃないですか。はい。なんと1周年経ちました。おー、もう1年ですか。そうなんですよ。1周年企画として皆さんにお伝えしたいことがありまして、はい、あの健眠枕と枕カバー、これセットで買うと通常価格17,960円なんですけど、これを1万円でご提供できますよっていうのと、あとこの枕カバーと枕こうセットを2個セット、はい、これは通常価格で買うと35,920円なんですけど、この動画を見てくださってる方だけは19,000円でご提供できますよ。でちなみにこれは2週間限定の企画になってます。1月18日から2週間だけこの価格でご提供できるので、もしまだ枕をお持ちでなかったり誰かにプレゼントしたいっていう方はぜひこの機会にご検討ください。ご購入の方法など概要欄に載っておりますので、ぜひそちらからご購入ください。それではですね、グーを作ります。はい、拳で拳を上からポンと押さえてお腹に置きます。はい、このまま息を吸う時にお腹を膨らませるので手で感じて、で吐くときに押す、手でグーッと押して、でまた吸って膨らまして、ふーって吐きます。はい、ちょっとこれを40秒間繰り返してもらっていいですか。はい、いきます。よーい、スタート。吸って吐いて、ふーっと。そうです、そうです、そうです。なんでこれを紹介したいかというとですね、まず腸にはですね、この新陳代謝を促す能力がとてもあるんですよ、この腸には。なんでここが柔らかい状態、活発な状態っていうのを作りたいのが一つ。そして腹式呼吸、これをですね促すことによって自律神経が整いやすくなりますし、体の中を換気してる状態ですね。なかなか深呼吸がねできてない方が多いんで、ぜひ寝る前とかにこういう深呼吸、特に腹式呼吸でやってほしい。深呼吸と腸のマッサージを同時にやってるような感じ。はい、 OK です。そしたら今度はですね、上行結腸、おへそから拳1個分右にずらす。ここにですね、グーでまた同じように押していきます。はい、真ん中から右にずらす、うん、これでまた同じように吸って吐いてを腹式呼吸でいきます。はい、これ30秒。よーい、スタート。吸ってで吐いて、ふーっと押す。そうです、そうです、で吸ってふーっと膨らまして、吐いて、ふー。いいね、これ30秒だと3回ぐらいしかできないね。吸って、そうそうです。吐いて、4回だな。4回はできる。もう1回最後。吸って、吐いて、ふー。いいですね。はい、OK です。今度逆左側。吸って、膨らむ感じを感じて、吐いた時に拳をグッと押し付けるんですよ。はい。いきます。よーい、スタート。で吐いて、ふーっと押す。ぐーっと押し込む。あ、いいですね。はい、吸って、ふーっと、そうです。で、吐いて、ふーっと。そうです、そうです。吸って。で、吐いて、押し込む。ぐーっと。いいですね。最後、吸います。で、吐いて、思いっきり、ふー。はい、OK です。ほう、皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。寝る前の1時間ぐらい前、ほんと寝る直前でもいいんですけど、うん、こういうことを取り入れて整えてほしい。体を、はい、腸、平滑筋を狙ってやったんだけど、腸腰筋とか筋肉も結構あるじゃないですか、はい、そこもやっぱこう緩めると体の姿勢も整うし、新陳代謝も促されて
もちろんお肌とかも綺麗になっていくので、はい、ちょっとしたそんなんでいいのっていう、うん、こういうものを侮らないでほしいなと、うん、昨日ずっと考えてたんで、はい、これをやってどれぐらいこう若返れるか自分でも実験したいなってことを思ってるぐらい、はい、ぜひ皆さんも続けて若返り効果を目指していきましょう。そしていつまでも美しく綺麗なあなたでいてください。このようなアピアランス TV では、今でも綺麗でいたい、いつまでも若々しくいたい、そんな方々が増えてほしいと思いで動画をお届けしてますので、よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。